チャールズ・ローレンスは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦。バックレー級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、真珠湾攻撃で戦死した水兵のチャールズ・ローレンスに、ちなむ。チャールズ・ローレンスは、マサチューセッツ州ヒンガムのベスレヘム・ヒンガム造船所で1942年8月1日に、寄港する。1943年,19年2月16日に、スローレンスによって、命名、し、 5月31日に艦長 LS キントバーガー少佐の指揮下収益した。収益後はバージニア州ノーフォークから大西洋中部及びカサブランカに向かう輸送船団の護衛を行い、1943年8月16日から9月24日までの間に一度の巡航を行った。その後ニューヨークで東海岸を航行する高速輸送船団に転属となり、 西インドの旧油口で潜水艦の脅威に対応した。1943年10月13日から1944年9月23日まで北アイルランドに向かう戦乱に対して8度の護衛を行いニューヨークに帰還した。この護衛は慎重に行われ、失われた艦は一隻のみであった。潜水艦の攻撃に対する一定の警戒とともにチャールズ・ローレンスは いかなる天候でも、艦の状態を保つため高い相関技術を維持した。1943年のクリスマスハリテインにおいて、戦団は実際に20時間停戦した。チャールズ・ローレンスは1944年10月23日に APD-37 に艦種変更され、ニューヨークで改装が行われ、チャールズ・ローレンス級高速輸送艦のネームシップとなった。 短期の成長後、1945年1月27日にノーフォークを出港し、新珠湾に向かい、2月22日から3月5日まで同地で補給を行った。その後、ウルシー艦渉に派遣され、3月23日に到着、沖縄へ攻撃に向かう艦隊の護衛に加わった。1945年4月1日、ハグシビーチ沖に到着し20隻の輸送艦からなる。 艦隊の護衛に従事する。沖縄戦の序盤において、上陸部隊の支援のため海岸近くに泊まり、続いて輸送海域に設定された半円形の位置で護衛を担当した。3ヶ月間沖縄沖で警戒を行い、特攻機及び特攻艇、潜水艦の攻撃を防御した。この任務は、フィリピン、マリアナ諸島及びカロリン諸島での輸送任務を命じられたため一時、 中断した。チャールズ・ローレンスは特攻機の攻撃に対して砲撃を行い被害を免れていた。戦後チャールズ・ローレンスは瀬戸内海で占領部隊の上陸を支援し、続いてフィリピンとマヌス島間の輸送任務に従事した。1945年12月16日、サンディエゴに帰還し、12月30日にノーフォークに到着した。 チャールズ・ローレンスは1946年6月21日にフロリダ州グリーン・ケーブ・スプリングスで退役した。チャールズ・ローレンスは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。